海上自衛隊の護衛艦もが、三型は3番艦まで続々と建造されています。年に3艦というハイペースには驚きますね。今回ハモが三型護衛艦の性能を詳しく見てます。中国にはできない建造力で、日本も今だからできている建造力。ようやく親中派も目を覚ましてきたのかな。遅いけどまだ間に合う。問題は各地でデモをする民兵かな。2021年6月22日、海事もが、三型護衛艦3番艦として建造が進められていた能代ですが、めでたく、三菱重工業中崎造船所において、進水の日を迎えました。ネームシップである1番艦もがみは、3月3日、同じく中崎造船所で進水して、現在は偽装中とのことです。収益は2022年3月の予定になっています。この造船所では今後4隻の建造が計画されていて、最終的には22隻になる予定です。この最上型護衛艦は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M です。ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせたコダグ方式を採用しています。このコダグ方式は従来の DD クラスと同じ30ノットを出しながらも燃費向上が期待されるだけでなく、エンジン部をより小型化できるというメリットもあるそうです。ちなみにコダグ方式というのは正式にはコンバインド、ディーゼル、ガス、タルビエ、コンバインドディーゼル&ガスタービン方式と言います。ディーゼルエンジンとガスタービンエンジンを組み合わせた推進方式のことです。最上型の船体フォルムはコンパクト化を目指す一方、兵器に必要なステルス性が追求されているので、デザインは二の次ということなのでしょう。上部には傾斜角があり、全甲板からヘリコプター用飛行甲板下までナックルラインが続いているなど、かなり前衛的と言えるデザインになっています。このデザインは、防衛装備庁が公募して選ばれた三菱重工業のものです。三菱重工業は、現時点で8隻計画中のうち、6隻を建造することになっています。この会社は、戦時中、旧帝国海軍の戦艦武蔵を建造したことがあり、戦後も多数の護衛艦を建造して巻きしたから、その実績があって、ことの面目役所と言えましょう。武蔵は、大和と並んで、旧帝国海軍の戦艦の中でも人気のある艦艇ですね。無敵の不沈艦と呼ばれ、期待を集めていましたが、何しろ、戦力不足の日本です。1944年のレイテ沖海戦で撃沈されましたが、2015年、平成27年、フィリピン沖の海底で発見されたことも、記憶に新しいところではないでしょうか。さて、最上です。この最上型は、海上自衛隊としては、初めての FFM という、新しいタイプだそうです。FF というのは、アメリカ海軍の艦隊分類記号で、フリゲート艦を表すということで、この記号がついたということは、最が、従来の護衛艦につけられていた D から、始まる駆逐艦とは異なる艦種であることを示しているそうです。ところで、フリゲート艦と駆逐艦の艦種の違いについて、ですが、はっきりとした区別はなく、要するに曖昧なのだそうです。かつて、第二次世界大戦前の軍縮会議では、
排水量と主砲サイズで決められていたとのことで、駆逐艦は排水量600トン以上1850トン以下、主砲が 5.1 インチ 12.95 センチメートル以下とされていました。当時フリゲートというタイプもあったのですが、大抵駆逐艦より小さい航洋護衛艦というのが一般的な考えだったようで、旧日本帝国海軍の艦艇で言うならば海防艦がこれに見つれたるのかもしれません。歴史を紐解くと、終戦直後にアメリカ海軍のタコモ級フリゲート18隻が海上自衛隊に貸与されて、クス型護衛艦として運用されていたそうです。このネームシップの艦番号が1で、後に280番台に変更、今回1番艦もがミニ艦番号1が付けられているのはフリゲート艦復活という意味も込められているのではと考えられますね。クス型というのは不思議な名前と思ったのですが、調べてみると同型艦には奈良、賀氏、もみなどの名前がついているので、木の名前で統一したのでしょうね。漢字で書くとクスの木、賀氏、もみなのですぐわかるんですけどね。防衛を担う艦艇は漢字表記してほしいと個人的には感じるのですが、読みやすいようにひらがな表記なのでしょうか。のしろを含むもが、身型護衛艦の兵装としては、対空、対艦、対潜戦闘用兵器が装備されているほか、対機雷戦装備として、対機雷戦ソナーシステム、無人機雷排除システム用水上無人機、機雷捜索用無人機などが備えられています。その他、搭載機としては、SH-60kg 哨戒ヘリコプターが1機、電子戦装置は、OLQ-3E 電波探知妨害装置が搭載される予定と言われています。も、が、身型の艦種を示す FFM の M は、マイン、機雷の頭文字と多機能、マルチパーパスをかけているとされていますが、これは、近年、日本近海における情勢が変化して、掃海部隊を必要とするような武力紛争の可能性が低くなったので、規模縮小が検討されていること、尖閣諸島などで想定される島嶼防衛戦での対機雷戦能力を補完するためと推測されます。レーダーには OPY 似た機能レーダーが搭載され、X バンドの対空、対水上レーダーや主砲管制に電子戦アンテナを共有化することで経費削減が図られているそうです。これらすべての情報処理を一つの巨大スクリーンに映し出し、すべての情報処理と戦術データリンクが可能となる C4ISR が採用されたことで、精進力化が図られているもが身型ですが、乗員は約90名です。C4ISR とは、指揮、コマンド、統制、コントロール、コミュニケーション、コンピュータ、コンピューター、情報、インテリジェンス、サールベイアンス、偵察、リコンネッサンスの頭文字から、取ったものです。も、が身型と同クラスの中国海軍フリゲート艦は乗員190名ですし、2900トンクラスのアブクマ型護衛艦は120名ですから、比較するとかなり人員が少ないことがわかります。このもが身型乗員についてはクルー制が導入されています。クルーを4組に分けて、同型艦3隻に4組のクルーを配属します。となると、常に1組が休養というシステムになりますから。同型艦の可動性が高くなると言われていますが、海事ではこういった配置は前例がありません。また、今後建造される艦に、この体制で対応できるかなどの課題があるとも言われています。も、が身型の乗員には、女性自衛官が1割以上配置される予定ですから、
女性自衛官専用の居住区画が整備される予定です。つまり、モガ、ミガタは、建造経費を抑えると同時に、女性乗員を加えることで、人員不足を解決できる護衛艦しても、期待を集めているということですね。さて、この艦の名前ですが、モ、ガミは、山形県の母なる川最上川から、取ったものでしょう。また、能代は、雄物川と並ぶ、秋田県の大河米代川の下流での名前です。2番艦白魔のですが、やはり、和歌山県と三重県を流れる、新宮川の別名です。旧帝国海軍では、河川名は、軽巡洋艦の艦名に使用されていました。能代は、阿賀野型軽巡洋艦能代が初代ですし、海上自衛隊になってから、筑後型護衛艦のし、炉に続いて、三代目になるそうです。阿賀野川は、福島県、群馬県から発し、新潟県から日本海に注ぐ大河、筑後川は、熊本県、大分県、福岡県、佐賀県の九州四県を流れる大河ですね。も、が三方護衛艦の、4番艦以降の名前は未定ということですが、この流れでいくと、旧帝国海軍の巡洋艦で使用されていた河川名が付けられると推測されますね。旧海軍艦艇ファンとしては、どの巡洋艦の名前が使われるのか、予想するだけでも楽しいかもしれません。信濃やりこんは、他の艦艇についていますから、本州以外の四万十川とか、個人的には、北海道の石狩川とか手塩川、十勝川あたりかな?と期待しています。